超アイドル戦線。この番組はメンズとガールズ、アイドルシーンの今を半分こに切り取る音楽情報番組です。振り向けばメンズサイド。東海エリアにおいてほぼ全ての世代で知らぬものなし、ボーイズ&メン。でも結局僕たち その原点が名古屋のエンターテインメントをいろんな人に広めていきたいっていうのと、うん、名古屋で地元で夢を叶えることができるんだよっていうのを証明したいっていうのが僕たちずっと思ってて、決して都会的とは言えない。だがその泥臭さには抗えぬ魅力が。学ランヤンキースタイルで発信されるエンターテインメントとは。きっかけだと思うんですね、エンターテインメントって。その人の結構何かを動かす力があるんですよ、エンターテインメントって、うん、生の人間の凄さ、うんうん、力が発するその凄さっていうのはやっぱりエンターテインメントでしかやっぱ出せないものだなっていうのはすごく感じるんで。もう僕らは笑顔とか元気とか夢を届けるって言って頑張ってますけど、その息抜き的な感じ、あ、ボイメンのライブ見れてすごい笑顔になれたな、はっちゃけれたなとか、すごいなんか一緒に踊って汗かけたなとか、なんかそのリフレッシュできるそんな存在でいたいなって僕は思ってて。ようこそ名古屋へ。ついに都民の皆さんに名古屋を紹介できるタイミングが来たと。そんな都民の皆さんに名古屋紹介する、うん、なかなかありません。なかなかないよ。見てくれていますか、都民の皆さん、ね、おもろい集団がいると東京にも噂は届いていました。名古屋ではお茶の間の人気者ボーイズ&メン、レコ大の新人賞、武道館の成功で全国区へ。でこちらは彼らのホーム、ザ・地元名古屋の大須商店街。子供の頃から僕もそこら辺で生まれてるんで、うん、お母さんとおばあちゃんととか一緒に来てましたよ、うん、ここ。そうですね、もう毎年正月僕絶対ここ来てますから。あ、本当に正月はでここであのね初詣してっていうのやってますから、うん、ぐらいもうここは本当に庭みたいなね、個人にとってもそうですし、うん、ボーイズ&メンにとってもゆかりのある場所なんで。そうなんです。じゃあね早速紹介していきましょう、はい、まずは見てください、こちらの石。何を紹介してんだよ。名古屋じゃウケるかもしれないけど都民の人笑ってないぞ。いや名古屋でもウケんけどな。はい70点。早くもテンション女2人、私を商店街へ連れてって。でやっぱり大須のやっぱり魅力っていうのは、こう食べ歩きをしながらこう買い物ができるっていうのがあって、うん、そうこちらとかね、あの唐揚げ あのアジア坊っていうところなんですけど、ここよくね僕はあのプライベートでも食べに来るんですけど。パパ久しぶり。しかもご覧ください、ちょうどこれほら見て、なんと名古屋といえば。ほら一回見せて、ほらちょっとこれがこれメンバーのね、ちょっとメンバーの名前夕日になってますけど、ありがとうございます。元気そうだね。いやいや もちろんいつも元気っすよ。元気だね。あのボイメンのポスターとかもすごいあの貼ってくださってて、中とかすごい名古屋愛とボイメン愛を持ってくださるんです。地元の皆さんはやっぱりいつもありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。みんな来てね。8つの商店街からなる大須商店街、この通りは若者に強いなど、それぞれ個性があるそうです。僕のおすすめね、ここなんですよ。これこんにちは、お久しぶり。ここのこの揚げまんぼうっていうまんじゅうドーナツ、これめちゃくちゃ好き。これよくね、ここをさせていただいていつもここで食べてたんですけどね、うん、よく来てます。僕も何回か来てるんですけど覚えてない覚えてない覚えてないね。一人で来るのがよくそうですね。あの多分僕の方が来てる率が圧倒されたんです多分。うわでしょ、かわいいでしょこれ。乾杯。まーす。創業80年、多い時で1日1000本売れるという揚げまんぼう。なんかね、あんこがぎっしり詰まってるし、うん、ね、外サクサクなんですけど、この生地中噛んだ瞬間ふわふわで、ね、もう美味しい。これ本当に食べてほしい、県民の皆さんに。ママ。名古屋の町おこし兄さんとして有名なボイメン、街を歩くとファンや知り合いに当たります。
ガチしたギュッてされたって自慢していいよ。愛し愛されています。黄色のお兄さんに興味はない。あ、ありがとうございます。トムさんですよね。トムです。今日この後タムタム一人でロケしてもらってますか。でも大須商店街はやっぱこれでもう毎日歩いてたんですよ、ほぼ。だからだよね。せーので、よっか、みんなで。すいません、名古屋の魅力テーマは何ですか。ボイメン会です。ありがとうございます。なんかの CM なの。すごい安い CM ね。パパ今映っても大丈夫ですか。土日は大行列、台湾流焼きパオズのお店です。今だって鍋から取り出しましたのところよ。そう、むちゃくちゃ熱々。いただきまーす。いただきまーす。見てこれ、ほらね、じゅわじゅわよ。ほら熱っ。すごい、もうスープが、うまっ。ちなみにこの日の撮影全てボイメンのお二人の顔で許可取りその場で OK。 で、ね、一番いいとこいただきました。前回もねここに貼ってもらったんですよ。元気で気さくなあんちゃん、自分たちからコミュニケーションを取りに行くのがボイメン流。 OK、 ありがとうございます。どうもありがとう。この距離感も人気の理由、応援したくなるのもうなずけます。とはいえ初期の数年間地元名古屋でもお客さんは増えず、テレビ塔の下でフリーライブを頻繁に行うなど地道な活動を。全くの素人の状態から始まったボイメンの歴史。ダンスの実力をカバーするため分かりやすい振りをひたすら全力でこなしました。その熱さが伝わり1万人規模のライブを次々と成功させるまでに成長したのです。ここに僕たちの超ゆかりの、ね、場所があるんですよ。こんなところにあるっていう感じは、こんなところにって思うかもしれないですけどね。こちらでございますね。ドスパラオステン、オステン。仕事もないし、ね、チャンスも何にもない時にここのそれの前提が今これがある。ここでラジカセを持って、ここにラジカセを置いて、でダミーマイク持ってここでこうやって踊ったんですよ。10人とか、そう、10人いるかいないかで、でお客さんとの距離がこれなんです。そう、ここでもうここでめっちゃ踊ってるっていうね。彼らの原点、大須商店街のとある一角、お客さん数名のストリートでした。あの時に見えた風景で、ちょうど事務所がこのパチンコ屋さんの駐車場だったんですよ。何階だっけ。3階行ってみる。でも覗いてみたい。本当にもう限定の事務所の初期のね。でさっきのドスパラさんでライブする時の構成これですか。別にここのエレベーターこのエレベーター乗ってみんな3階。あ、もうさこの匂いが懐かしくて、この匂い、この匂いが懐かしい。うわ、このタバコが染み込んだ感じのこれですか。あれ、ここだっけ。ここで左に行くの。本当に、だから最初俺初めて来た時びっくりしましたもん。いや、騙されたって思ったよ。 これこれだよ。あ、これこれだって。ここ本人たちも戸惑う感じの場所に最初の事務所が。ここ本当にすっごい狭いですよ、ね、え、だって俺ここで、ここのスペースで俺稽古したもん。確かに俺もここで、あの土田さんにあのブログの書き方と人気つけるにはどうしたらいいかっていうのをここで指導。実は結成当初は男性版宝塚をイメージしたようなミュージカル集団を目指していたのだとか。下は小学生から上は30代までの男子や男性がいたのでボーイズ&メンなんです。マックスで100人のメンバーが在籍したボーイズ&メン、夢を本気で追いかけたかった10人が残ったということなのかもしれません。
かまあ覚悟が違うとか純粋にもう諦めなかった10人なんですよ。そう、なんかうちの事務所ってなんか社長がはいお前使えないからクビとか一切言ったことなくて、全員辞めてた自分で、僕辞めます、僕違うんで辞めますって言ったメンバーで、辞めますって言わなかった10人。本当にそうなのよ。僕に関しては脱サラしてる21歳の年で、いやー俺その勇気はなかなか親にも内緒で黙って辞めて全部捨ててきたんで、もう僕ここを辞めたらもうどこも行く場所がない、そうっていう覚悟はあったんですね。でも黄色の平松さんは初期面、青の田村さんはボイメンの舞台に感動して参加しました。こんなになんか実力とかそういうのじゃなくて一生懸命自分の夢に向かって頑張ってるってすごいなって思って、もうそれで僕も次の日に会社行って辞めますって言って、すごいねすぐボイメン入りましたから本当にただそういう夢だけを持って集められたメンバーだったんで実力がなかったんですよ。今もタムタム言ってた通り歌もダンスもお芝居も全部下手くそだけど、もうね、何で僕ら勝てるかなって考えた結果、ハートだな、気持ちで伝えようっていうことをしてたのが響いたのがこの子ですよね全力、暑さ、秋でも冬でも汗をかき、あくまで泥臭く、グループの辿ってきた道筋がそのままスタイルにつながっているのです。ヤバタン、名古屋といえば、そう、名古屋といえばもうヤバトンもね、すごい長い歴史で、いつもやっぱり名古屋といえばヤバトンっていうね。中部国際空港を降りると、うん、あの荷物受け取るカウンターのとこみんなこの豚さんになってます。そう、みんなヤバトンの、そう、さあこちらが名古屋名物ヤバトンの鉄板味噌カツ。これがねもう本当に美味しいんですよ。この音が食欲をそそるのよ。でまたね味噌かけてくれる方がイケメン、味噌級にイケメン。これ皆さん味噌カツどこから食べますか。まあカツね。でも普通はこっちの端っことかじゃないんですか。違うんです。え、違うんですか。真ん中から食べるのが正解なんですよ。初めて出たって会長に聞きました。会長一番おいしい真ん中からがマナー。まこのやっぱ味噌とのね相性が抜群なんですよ。やっぱり秘伝の味噌ですか。やかい。ボイメンの次なる挑戦、確かな夢、来年1月14日名古屋ドームで単独公演だ。今までで一番大きな夢に向かって突き進んでます。けど夢ってね発信しないとね、やっぱ公言して、で発信し続けることでなんか誰かがその発信した夢を受け取ってくれて、そういえばあいつこんなこと言ってたな、今こういう案件あるからじゃあつなげてみようかなってなるかもしれないし、まあ、どこにチャンスが転がってるかわからないからこそ僕らはちゃんと口に出そうっていうのは今回名古屋を紹介して、はい、名古屋の魅力たくさん知ってもらったと思うんですけれども、ね、名古屋に来たらボイメンに会えるよということで、都民の皆さんもぜひ名古屋に遊びに来てみてください、はい、よろしくお願いします。待ってまーす。